オカルト部イエイ。どうも、最近なぜオカルト部に出ないの、もう出番ないのと、なんかもうね干されてるみたいな感じになってるんですけれどもそんなことない。今回はね、和歌山県にソワちゃんと来ております。地元でございます。でもこんな感じで地元帰ってきたくなかった、はい、そうよね普通でじゃほんまにいいもう怖いんよ。いやでもね、なんかソワハマンはやっぱ観光大使とかなりたいって聞いたから、うんうん、和歌山のね、ソワハマンの知らないところを連れてってあげたいなと思って、うまいこと言うやん、連れてきました。鹿いましたからね、ちなみにマジで和歌山豊かやからそうここは旧由良トンネルっていうところですね、はい、旧由良トンネル。ちなみにソワハマンは知ってましたか？ここ。え、全然知らん。なんでやねん、いかんも絶対行きたくないのに。今回はどういうところなんですか、ここは。ここはね、なんかね、はい、白バイの警官がこのとこ通ってる時に多分な、はい、事故かなんかで亡くなって、はいはい、首なしライダーとして出るっていう噂だったり、うんうんうん、その車とすれ違ったら、うんうん、その振り返ってみると、うん、それがいなくて、それが実は幽霊だったみたいな。なるほど。だから車とすれ違ったら要注意です。まあ車がいる気配は全くないですけどだからね、あのトンネルの先見えませんからね、真っ暗闇ですね本当に。和歌山観光大使を目指すソワちゃんとね回っていきますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず行きますよ、照らしますよ、皆さん見てください。あ、もうごめんなさいごめんなさい。これね、怖いタイプのトンネルです。先が見えないタイプの。電灯ないかな。でもさ、夜だから怖いのってあるやんか、うん、なんか、ほら、はい、帰ろう、聞きますよね、もうほんまに怖いのよ、なんか音する。さっきのね、ポツポツで言ってるよね。確かに今落としたね、うん、水かな。ポジティブ。真ん中に水、真ん中に水っておかしくない？え、帰る？帰らない。鹿見に行くそれはそれで怖いだろ。行きますか。え、ちょっと巻いてちょっと誰か一人巻いてほしいわ、すぐに。うちの子さんでも見たんだよな。見て、もう缶コーヒーがもうボロボロですよこれ。まず行けないのは、これ大丈夫？どうやったらこんな穴開きになるの？喋りやすいで、結構喋ってないあのところね、穴が開いてるよね、ところどころ。なんか、あ、やっぱほら多分水垂れてる。え、すごい。え、これっすよね。なんだよ、なんか、雨降ってないっすよ、ね、今日多分ずっと晴れてる。これやばいっすわ。電気がなくなった。え、だからリアルに、なんか空気変わらん。寒くなってない？お願いします。これ、いかな終わらんのやんな。そう。今にもね、崩れてきそうなやつ。ちょっと感じが。そうね。え？これ大通貨、すごいよ。でもなんていうのかな、あれみたい。世界遺産ってあれよくない？こういう。動物みたいな。すごいわ。あ、声が響かなくなった。今気になるからね、うん、ちょっとだけ触りますか。あ、ね、そう触っちゃって、もうほんまにずっと胸押さえてるもん。ドキドキする。柔らかい。あ、柔らかい、ね、普通に土のような感じっすね。柔らかいの怖いね、崩れてきそう。え、てかワンタンそれ悪くない、ね、どうする、大丈夫ですか。え、ガチなリアクションやめて本当にちょっと今ずっとしたの、本当に。車が通ってる、通るんですかね。通れるか、通れるか。なんかできる。でもさ、リアルに出るってことなんか。一枚写真撮りますか、この辺で。そうですね。はい。はい、チーズ。あ、埋もれてるわ。兄弟って感じ。あとで。ちょっと見てみる。お父さんと。うわ。ここでちょっとさ、中途半端にさ、ここだけ赤レンガでさ、これってことは、この全部本当は赤レンガだったってことですかね。かもしれないね。うん、だよね、絶対そうじゃない。でも、マジで長くない、ここ。うん、このところどころの、このレンガのね、レンガ以外がなんか作られてたのがすごいっすよね。でもなんかここすごいな。このまま違う。おー、びっくりした、俺やん。もうね、誰もう、そっくりやんけ、俺そっくりやんけ。めっちゃ親近感湧くよな。ちょっと安心したよな。うん、あ、本当に見えた。あ、見えた、そう見えたぞ。え、でもすごくない？でも空気が白なの。いや、もう、え、
霧？いや、もやなんか霧がかかってるかも。いや、あれ、うわっ、うわっ、すげえ。どうやってこんな落書きできるの？いや、この落書きはもう怖いわ。急にアーティスティックいった。そうそうそう、急になんかポップ渋谷かな。なんか急にぶっちゃぶちゃになってきた。千葉も悪いじゃん。いやもう疲れたわ。なんか。え？見て。なんかおるよな。え、虫？多分今のは虫だと思うけど。え、もうマジでバクバクしてる。ね、ちょっと待って、向こうさん、その真顔やめて。めっちゃ雲動いてるやん。飛行機をね、飛行機。飛行機か。ここから先歩くとね、ああ、供養塔みたいなのあるからちょっと探しに行きましょう。マジで言ってます？供養塔っすか？ぽいのがあるらしい。なんかカッポ見てるのとしたよ。え？キューピー。いますいるんじゃない？何か。え、じゃあリアルに鹿苗字来たら怖い。いや俺も蹴られるよ。大丈夫ですかね？え、とりあえず供養塔本当にあるんですか？あるらしい。これ伝わりますかね、もやん。どうだろう。でもなんかさ、音みたいな感じやん、ね、ドーンみたいな。確かにな。ライダー。え、でもさ、バイクの音じゃん。多分バイクの音。てか、クモの巣、見えます？いや、クモの巣はええけど。いや、クモの巣ただの声、でも車の音よな。うん、多分ね。多分。近づいてこよう。絶対そうよね。ずっと同じ音なってません？確かに。ほら。せや。え、分からんけど、ここ車さ。だから結構上っすよ。いや、超山奥じゃね。いや、そうそう。いや、超山奥よ、うん。めっちゃ来たからね。山奥なのに、なんでこんな近場で音が鳴ってるっていう。反響するんじゃない？ですかね。そうよな。行こうか、そば。いきなりでいくか。いや、たぶんこれっすよ。ほら、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 ほら。ほら、引き供養塔、あ、これ供養塔だ。これですね。こっちは。これも、下になんか、徳本って書いてますね。虫か。そう。めっちゃ近づいてない？え、虫はそこにおる。え、虫かな？え、何の音？エンジン音っぽく聞こえるよ。え？カタカタ、エンジン音。カタ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 。え、聞こえるエンジン音。カタ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 。なんか、エンジンをかけてる音をね。ああ、言われてみれば原付きっぽい。ね。何が迫ってきてるこれ。大丈夫？いや、もう戻ろう。もう戻ろう、もう戻ろう、ちょっと。ちょっと危ないわ。俺もちょっと供養しようか。何やろマジで。これ完全に拾えてますよね音ね。うん。本当は照らしたくないけど、ここで一枚撮ります。はい、チーズ。どうか。これは心霊スポットになりますよ、さすがにね、うん、怖いもん。この間のハタトミナルの方がまだ圧迫感ありましたよね。確かにね。何が違うんだ。この辺なんか自然でできたもんですかね。すごいね、ここだけなんか。でもさ、危ないよね。いや、普通にこれはちょっと笑っちゃいましたね。いや、今一瞬さ、僕光って見えよかった。え、どこが。待て、お前、絶対映ってる。さ、一瞬僕光らなかった。あれかな、車のライトかな。でも1個しかやってない、光ってない。いや、多分車はつけないはずだよ。うん、撮影してるから。めっちゃ光って、一瞬パーって。え、絶対映ってると思うよ。霊感目覚めましたね。目覚めましたね。目覚めなくない。旧ユラトンネル戻ってきましたけども、なんかね、音がしたね。あとなんか水がね、上から滴り落ちてきますね。それが余計怖さを加速させますね、本当に。今日雨降ってないですよ、本当に。
あとスズムシ。スズムシ。スズムシあれなんだろうなあれ。あれ怖かったよ。あれ怖い、あれ怖い。急に鳴り出したみんなで。帰れ帰れみたいな。そうそう、いやマジであれは帰れみたいな。もしかしたらね、多分何か映ってるかも可能性ありますね。その時はぜひコメントで。はい、ぜひお願いします。お待ちしております。